今回ご紹介するのは鹿児島市交通局の天文館通り停留場です。天文館は南九州最大の繁華街エリアで、鹿児島名物の店が停留場周辺の繁華街に集積しているので、古くから観光コースに加えられています。また中央の銀行、証券会社なども顧客の利便性を考え店舗を構えています。当停留場は1914年7月22日に鹿児島電気軌道により設置されました。2002年のホームが設置されており、北側のホームが鹿児島駅前方面、南側のホームが高見馬場方面となっています。ご視聴ありがとうございました。